大丈夫か何番。おう、1番。いいとこに来てくれた。実は悩み事があってよ。話だけでも聞いてくれるか。リンリンリン、お悩み相談室。なんだそれ。春日一番お悩み相談室のテーマソングだ。些細なトラブルから人生の悩みまで電話一本でまるっと解決ってな。今まで誰か電話してきたことあんのかよ。ナンバが記念すべき初めての相談者だよ。そいつは光栄だね。で、なんだい悩み事って。絶対に誰にも言わねえでくれよな。約束するよ。いや、実は昨夜なかなか寝つけなくてよ。ここで一杯引っ掛けようと思ったんだ。だけど夜も更けててマスターの姿がね。店には俺一人だ。そこで俺は勝手にカウンターに入って一杯拝借しようとしたわけだ。金は後日マスターに払えば問題ないと思ってな。そしたらカウンターの奥にレジェンドモルトのボトルがあるじゃねえか。レジェンドモルト、伝説の超高級ウイスキーだよ。グラス一杯1万円はくだらねえ。マジか。当然俺なんかグラスどころかショットも飲めやしない。でも一滴くらいなら払えるかもしれねえと思ってな。一滴なんて売っちゃくれねえだろ。そうだけどマスターがいねえのをいいことに俺は一滴だけ味見したんだ。手のひらに琥珀色のレジェンドモルトを一滴垂らしてペロリと舐める。どんな味だった。今まで飲んだどの酒もかなわねえ。濃厚な味が全身に染み渡ってお鼻からはフルーティーな香りが抜けてくんだ。まさに最高の至福だよ。生きててよかったとさえ思わせるような味さ。そんなにうめえのか。すげえなレジェンドモルトってのは。ああ俺はすっかり我を忘れちまってな。気づいた時にはボトルが空になってたんだ。なんだって、全部飲んじまったのか。酔った勢いでついやっちまったよ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきてレジェンドモルトのボトルに移し替えた。じゃあ今カウンターにあるレジェンドモルトは。中身は安だけの偽物だよ。そんなのいつかバレるに決まってんだろう。分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。なあ春日、こんな時お前ならどうする。もし俺だったらか。そうだな、しばらくは黙って様子を見守るかな。それじゃあ何の解決にもならねえだろう。よく考えてみろよ。一杯一万のレジェンドモルトなんてそうそうオーダーが入るもんじゃねえだろう。まあそうだな。ってことはボトルの中身がすぐバレるわけじゃねえ。ジタバタして墓穴を掘るよりじっくり考えるんだよ。落ち着いて考えりゃきっとうまい方法が見つかるはずだ。確かに言えてんな。きっとうまいことやれるチャンスが巡ってくるはずさ。オッケー、じっくり考えようぜ。やっぱお前に相談して正解だな。あらお二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃねえさ、気にすんな。そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日はいつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ここってウイスキーも豊富なのよね。ウイスキー。あ、何？ダメ？ダメじゃねえけど、その。よし、思い切って高級なのに挑戦してみよう。まさか。マスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい？
一杯1500円もするんだぜ。たまには自分へのご褒美よ。こりゃしばらくウイスキーを頼む客から目が離せねえな。間違いねえや。